三遊亭歌子九段師匠、話題になっている渓谷の土下座像ですが、私にはハッピーが柚木に浮気がバレて謝っているようにしか見えないのですが、なるほど、米山さんが室井さんに言って、なるほどね、はい、ああなるほどなるほどなるほど、そういうことですね。ついやっぱこう、はい、ハッピーメールを開いてしまう可能性が、確かにね、はい、一度そう見えてしまうとそう見えてしまうかもしれないですね今後も、はい、まあこれ後で取り上げますけど、そうですね、この話題はなんかあの、はい、作者、はい、その彫刻家の人が、うん、最初なんか安倍に謝罪をみたいな話してたのに、うん、いやあれは安倍関係ないですよみたいな方向転換を批判されてマジで、やっぱもうくだらないことやるなっていうね。そうですね、まあ後でやりますけど、まあ、あれは国が作ったものではないですけども、そうです、ね、まあ、あくまでその私有地に、はい、設置されたものですけども、はい、発想がないですよね。もう発想がない、根本的に。もうもう日本人からしたら嫌なもん見ちゃったなっていうかなんかだってあの全国、うん、もう日本の全国回ったところで、はい、あんな銅像ないですよね。ない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 、まず慰安婦像みたいなもんもない。ネガティブな銅像がそんなないと思うので、やっぱ日本人はこう、はい、安易に考えちゃうじゃないですか、はい、安易にこう地元の名士とか作っちゃうじゃないですか。そうそれいっぱいいるから、はい、各地に。そうなんですよね、その地方で活躍した人、はい、もしくはその地方出身で、はい、まあ中央に出て、はい、まあ、政治で活躍した人とか、ね、はい、まあ、いろいろいるわけですけども、はい、やっぱ日本人はこう安易にポジティブな銅像を作っちゃいますけども、そうです、ね、韓国は文化が違うので、はい、やっぱネガティブな像を作っちゃいますよね。そうですね、だって慰安婦像見て、うん、その二宮金次郎像みたいに、あ、もう勉強頑張ろうとか、もう出世しようとか思わないですもんね、はい、思わない。あれ見てしかも慰安婦像を全国の学校に入れようとしてたもんね韓国ってちょっとどうなってんのよとそうそれどうなのとそれでどこに向かうんでしょうね。そうそう、教育上学生たちは子供にいい影響を与えるのかそれというふうな、うん、そう誰得ですよね。本当ですよね、はい、じゃあ次の話題に、うん、はい、言いましょうか、うん、今週ちょっと話題になった、はい、うん、慰安婦像に謝罪する安倍総理像、これ韓国の植物園に設置されたと。また嫌なもん見ちゃったね。また感じ、もう本当、うん、もうコメントしたくないなって思ってたけど本当、はい、まあ、これあの冒頭の、うん、まあ、放送開始の時にもちょっと触れましたけど、ね、はい、韓国北東部のカンウォンド、うん、ピョンチャンにある韓国自生植物園が27日までに慰安婦像にひざまずき謝罪する安倍晋三首相を模した像を園内に設置した、複数の韓国メディアが報じたと、うん、像は永遠の食材と題され8月に一般公開される。韓国メディアによると像を作成した彫刻家は日本がぬかずき我々がいいというまで食材して初めて許しが考えられるということを形にした。安倍首相が植民地支配や慰安婦問題への謝罪を避け逆の行動をしていることを刻み反省を促す作品だと語ったと、はい、いうことなんですが、これ、うん、あの韓国でも、はい、賛否両論、さすがにそうなんですか。さすがに、うん、でもまあかといってこれを潰すわけじゃないと思うんですよ。そうですね、だって、まあ、これ民間のもんなんで、はい、潰す、まあ、これ自主的にその、ね、撤去するとかしかないと思うんですけど、はい、なんせ日本大使館前にあれを作ったぐらいですから。そうですよね、何でもない国っすよ。だっていまだにありますからね。そう、いまだにあるわけだし、うん、もう何でもない人たちですよ、うん、そんなことやったとそういう嫌がらせで日本人もダメなんだよね、うん、あれで大使館もう大使も帰って、はい、もう外交しませんというふうにしなきゃいけないはずなのに、うん、あれをもうずっと日本の政権がね放置してるから、あ、 OK なんだってっていうことでやってもいいんだっていう。そうここまでやっても全然いいんだ。だから次に徴用構造もできたりとか。そうですね、なんかあの暴れたらおもちゃ買ってくれると思っちゃった子供ですよね。そうだから日本の政治家も悪い、うん、韓国が悪いのも、もう当然悪いんだけど、悪いっていうかそういう人たちだというふうに、はい、ここは理解するしかもうないよ、ね、だってそういうもんだと思ってれば、まあ、あ、なるほどねと、うん、いう感じ。でもあれモデルは鳩山だよって確かにあの土下座の仕方は鳩山でした。鳩山だよね手袋しとけよと白い手袋しろよと3万円持ってこいと。そう3万円なんか香典のようにこう持ってきて。そういや本当安倍さんにするなよっていう感じだけど、確かに、はい、でも顔を見ると安倍総理っぽくないっちゃっぽくないんですけど、はい、髪型とか髪型がね、うん、雰囲気が安倍総理ですよね、うん、あれは。これに菅官房長官もですね、はい、会見で、うん、事実関係は確認していないとしつつ、うん、国際儀礼上許されないと、うん、
強い口調で非難して、その上で仮に報道が事実であれば日韓関係に決定的な影響を与えることになる、うん、とも語ったんですが、はい、毎回こういうこと言うんですけど、はい、違反法レベルですよね。なったことはないんですよ。違反法レベルですよ、はいはい、もうもうどうしようもないね本当に。韓国側の言い訳としては、まあ、私有地だからとかさ、うん、また言い訳いっぱい出せるだろうしね、うんうん、もう本当にもうすでにね、うん、大使館前にあれ作った段階で一本負けだからね、うん、韓国側のもう常識のない、うん、その後にまた領事館前に徴用工造はもう技ありですよ、うん、で今回も政治家の安倍さんのモデルにしてやってるわけだからもう技ありですよ。そうですね、まあ、表現の自由と、はい、表現の自由というものがありますけれども、はい、うん、そこ考えろよと、うん、いうのがだから作品でもないですからね、はい、そう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 、あんなの、いや本当そう思うしね、うん、いやよく作ったなあんなの。あとねオリンピックの時にモルゲスよまで作っちゃってるからね、あれもアウトでしょ。いやまともな像ないのかとあでもあれか李春申とか、うん、あーちょっとあるね、セジョンとか、はい、あったね、そういう像ぐらいですかね、はい、うん、他にあんまり思い浮かばないですけど、いやないからね。でも韓国って偉人があんまりいないですよね。偉人がいないんですよ、うん、まあ、我々が知らないだけかもしれないですけど、いやいないですよ本当に。だってこんだけ韓国の情報入ってきてるのに偉人がいないじゃない。そうですね、ずっとあ隠れたすごい人っていうのが、うん、日本だとね、はい、結構地方に行くといろんなすごい伝説とか、はい、いろいろあるん、地域伝承、地域伝説が、そう、地域のすごい人とかの話だってあるわけなんですよね。まあ、歴代のね大統領がおかしい死に方してるとか、うん、刑務所入ってるとか全部そうだし、うん、っていうのも、まあ、有名な話だけども、まだ日本とは全然違う国だよっていうことを、いやそう理解しないといけない、ね、韓国は民主主義国家と思っちゃダメなんですよ、うん、そう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 、あれは、はい、うん、というのを、うん、はい、やっぱ彼らの歴史を直視しろとか、うん、歴史を忘れた民族に未来はないって言いますけど、はい、彼らこそ、そう自国の歴史を忘れてるからね、うん、はい、まあ、忘れたっていうかまた知らないというか、ね、そうですね、ちゃんと直視したこと一回もないという。いやでも直視したら悲しくなるってのあると思うんですよ、はい、まあそうね、うん、はい、でそのだからこそ日本をもうとんでもないヒールにしないと、うん、もう精神保ってられないんじゃないかなと、確かにね、うん、いうのが韓国の悲しいところで、はい、うん、もう本当に老いたわしやというのが、でもまあ別に理解してやる必要はないですから ね、 そうですね、うん、日本もやっぱその明治 の、 その開国してすぐってやっぱいろいろこう荒れたじゃないですか、うん、荒れた時は、はい、ありましたね、はい、だそういう期間を経て徐々にこう民主化して、民主化というかその、はい、そういう成熟した国になっていったわけですから、うん、まあ、韓国も30年前からと考えると、うん、あと100年くらいはちょっと、いやね、日本はちゃんとステップを踏んで確実になってきたけど、うん、ならない国はならないっていうのも理解してた方がいいかもしれないいや本当にいろんな国がだって戦後70年8年ね、いろんなルールが来て豊かにもなってるけど、はい、全然変わらない国ってあるわけですよ。そうですね、はい、根っこの部分で変わらないというか、そうそう全然変わらない国なんですよ。だから、変わらないって思ってた方が、うん、いいと思う。あ、いやそろそろ変わろうよって思ってたらちょっとストレスを感じるかもしれないから、あのまんまだねと、うん、じゃあ変わった時にこういう付き合い方しようねっていうふうに思ってた方が、うん、永遠に来ないかもしれないですね。そうそうそう、永遠に来ないって思った方がまだいいと思いますよ、うん、本当に、うん、やっぱこう意識してるわけじゃないんですけども、うん、もうその国々に生活してると、うん、そういうやっぱ国民性って染み付いてきますよね。そう、日本人もなんか教育されたわけじゃないのに空気読んじゃうし、うん、空気読むよね、うん、本当にその感覚っていうのは海外の人にはなかなかわからないかもしれませんし、そう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 、やっぱ国民性ってあるんだなというのも思いますね。国民性はやっぱりあるだからこそ旅行行ったりとか、うん、留学したりとか、うん、して初めて気づくっていうかね、うん、ネットだけとか本読んだだけじゃわからない。そうですね、はい、やっぱ行ってみないとわからないこともあるんですけど、そうそうそう、じゃあ韓国行きますか。じゃあはい、で韓国あれですよ、中国とかと逃亡犯条例がね、はい、やる可能性あるからね、やる可能性あるからね、うん、だから誰か捕まっ
ってたらもう行けなくなっちゃうね。そうですね。それまでだったら日遊び的に、いや怖いな怖いな、いや日遊びで済まないかもしれない。日遊び済まないからね、はい、終わりだからね、うん。